鎌田大地と前田大然の CL 対談が面白すぎると話題に、その内容がこちらです。初対面は代表っすね。こわもてな奴がずっと一人でかわいそうやったから、声をかけてあげたっていう？あれがなかったらね、兄貴みたいな感じなのでわら、フランクフルトでさっき CL に出たと思うんですけど、どうでしたか？自分自身もチームも初めての CL だったので、どこまでできるかなって思ってたので、グループリーグ突破を目標にしていて、それが達成できたので、とりあえず良かったかなと思いますね。めっちゃ点取ってたんで、すごいなって思ってたり。どうやって点取るか教えてほしいってこと？わら。それは別にいいですけどわら、まあ、すごいなって思ってましたね。代表でもよく俺が CL で何点取ってるか知ってるかみたいなのをそればっかり言われて。そんなん言ってないやろお前。言ってますって。盛るなよお前。本当サッカーってわからないなって思う大会でしたね。対戦時は僕は大地くんにバチバチ行く。多分、そこが一番生命線だと思うので、ラツィオの。チームにもそこがっていうのは強く言いますし。日本人同士でやるので勝ちたいなとは思うんですけど。確かにこの顔でいたら声かけづらいわな。これでまだ25歳っていうから驚き。鎌田、点の取り方教える前に調子取り戻そうか。まず代表復帰してからやな。代表時に結構大口叩いてたってことか。いろいろおもろい。鎌田はなんやかんやでフランクフルトが合ってたよな。これで前田とって名前って活躍したらさらにおもろいな。ないだろうけど。邪魔だ、ちょっと痛い子やん。